モナと楽しむラジオのお時間、モナラジ。皆さんこんにちは。あなたのハートに笑顔をお届け、あなたの天使 MONA モナのお送りするモナと楽しむラジオのお時間、モナラジ始まりました。よろしくお願いします。実はラジオのお仕事はこれが初めてで、ちょっと緊張しちゃってるんだけど、リスナーのみんなに少しでも楽しんでもらえるよう精一杯頑張ります。ありがとうございます。スタッフさんたちが拍手してくれてるよ。自分のラジオ番組が持てるってすっごく嬉しいね。ずっとやってみたかったお仕事だから。このモナラジは全8回の放送を予定しています。8回もやらせてもらえるってすごいよね。スペシャルゲストをお迎えしてのトークなどもあるので、楽しみにしていてください。誰が来るのかはまだ秘密です。私もまだ聞かされていないので、とっても楽しみです。今回は1回目なので、私のことを知っているよという方も、初めてこのラジオでモナのことを知ったよという方もいらっしゃると思うので、まずは自己紹介のコーナーから。名前は小文字の MONA でモナです。覚えやすいかな。よろしければ名前だけでも覚えてってください。はい。ってついノリで愛の手を入れちゃうな。私アイドル宣言も聞いてもらえると嬉しいです。私がアイドルを始めた頃の気持ちを歌詞にして作ってもらった曲です。初めてのライブは緊張しちゃって、頭の中真っ白になっちゃったから、思ったように歌えなくて恥ずかしかったり落ち込んだりしたこともあったんだよね。でもその後、いろんな人の助けやファンになってくれた人たちの応援もあってここまで頑張れたし、やっぱりステージに立つのが好きなんだってこの曲は思い出させてくれる。そんなとっても大事な曲です。歌ってるとちょっと涙ぐみそうになっちゃうな。どの部分も全部好きなんだけど、特にギターっていうところが好きなんだ。思いっきり言うと気持ちがいいよね。みんなもぜひ聴いてみてください。いつも聴いてるよという方はまた何回でも。いろいろ思い出しちゃうな。もともとアイドルが好きで、推しのライブを追っかけてたり、グッズを買ったり CD を聴いたりしてたんだけど、自分がステージに立つなんて夢にも思ってなかったの。社長にスカウトされてデビューすることになった時はびっくりしたし、これが運命を変える一日なんだってドキドキしたんだけど、そこからがすっごく大変だったんだよね。その話はまたいつかできるといいな。紹介したいことや話したいことは他にもたくさんあるんだけど、何から話そうかな。みんな私の何が知りたいんだろう。学校のこととか家のこととかプライベート？今回は私のことを知ってほしいということで、アイドルのお仕事というテーマで話そうと思います。デビューしてから今までやったお仕事の中で一番心に残ってるのはやっぱりライブかな。何度かステージにも立たせてもらったけど、その中でも初めて出演したライブはやっぱり特別だったから。自己紹介の時にもちょっと話したよね。緊張して足も震えちゃうし、どうしようどうしようって焦って、曲もちゃんと聴けなくてテンポもずれてしまったし、今もライブの時の映像を見ると恥ずかしさのあまりに布団の中に隠れてしまいたくなるよ。でもあの時の気持ちは絶対忘れちゃダメだって思ってるから、夜中に DVD を引っ張り出して一人でヘッドホンをつけて、部屋も真っ暗にして、パーカーのフードとかもすっぽりかぶってね、準備万端にしてこっそり見てる。でこの前スタッフさんにその話をしたら、モナちゃんそれホラー映画見る時のスタイルってめっちゃ笑われたの。でもあれを見るとこのライブの時よりは怖くないって今の自分に自信が持てたりもするんだよ。私もちょっとは成長した証拠。うん、そういうことにしておこう。最近の仕事ではテレビに出演させてもらいました。仕事の内容とか場所とか全然知らされてなかったの。いきなり山に行ってやらされたのがなんとバンジー
下されて、クリアすると有名パティシエ勢揃いの高級スイーツビュッフェが食べられるっていう、アメとムチ的な謎なコンセプトの番組。ないよね、ないっしょ。いきなりバンジージャンプとか、心の準備もしてないのに。でもディレクターさんに、大丈夫、安全対策バッチリだから、僕も飛んでみたし、それにこれはアイドルとして大きく成長するための試練なんだ、みんなこの試練を乗り越えて一流のアイドルになっていくんだって言われたの、熱い口調で。そんなわけないよね、アイドルの人がみんなやるわけじゃないし。でもやればスイーツビュッフェだよ、しかも有名パティシエさんが作ってくれるスイーツ食べ放題。1ヶ月前から予約しないと食べられないお店のスイーツとかもあったから、もうこれは飛ぶしかないって思うじゃん。橋の上からちょっと覗いてみたら、下は流れの速そうな川だったし、結構高かったから、うわーこれ絶対やばいよって怖くなって10分くらい迷ってた。嫌ならリタイアしてもよかったの。その時には橋の上で一曲歌って踊ることになってたんだけどね。でも一回ジャンプすればスイーツが待ってるんだから、意地でも食べて帰るぞって、そういう気持ちになったから、勇気を振り絞って飛ばせていただきました。はあ怖かった。普段はね、遊園地の絶叫系マシンとか平気な方なんだけど、その私でもちょっとだけ走馬灯が見えた気がする。今まで食べて美味しかったスイーツのだからかな。後で撮影した映像を見せてもらったら、ワン、ツー、スリー、イチゴケーキーって叫びながらジャンプしてたんだ。イチゴのホールケーキに思いっきりダイブする気持ちでやったからかな。本当に特大のイチゴのホールケーキにダイブできるんだったらよかったんだけどね。下はスポンジでふわふわだろうし。あ、でもクリームまみれになるのはちょっとやだな。クリスマスケーキのサンタさんみたいにケーキに突き刺さっちゃうかもしれないし、それはあんまりかっこよくないよね。怖かったのはね、最初だけだったの。2回目はなかなか楽しかった。バンジージャンプはクリアしたから、もういつでもどんと来いって感じって調子に乗ってたら、この前社長に、モナ、この前の企画好評だったから次の仕事のオファーも来たんだけど、どう？やる？って聞かれて、あー、はい、やりますって軽い気持ちで答えたら、次はなんとスカイダイビングのお仕事でした。え、だって高みを目指すんだろ、アイドル界も。だってそれはそうだけど、なんか違わない？高みってさ、そういう意味じゃないよね。それに高いところから毎回落ちてるし、ダメじゃん、登っていかないと。せめて次は山登りとかにして。え、あ、スカイダイビングはやったのかって？うん、やったよ。だってやればもれなく焼肉食べ放題がついてくるんだよ。これはやらなきゃでしょ。スカイダイビングもね、思ってたよりは気持ちよかった。でも着地した場所が悪くて、水たまりにベシャって尻餅ついちゃったの。そこにピンポイントで着地するって逆にすごくない？って結構痛かったし、泥だらけになったけど、もうへっちゃらだよ、そのくらいじゃ動じない。乗り越えて強くなったからね。それに終わった後の焼肉は最高だった。とろけるように柔らかいお肉で、思い出すと頬が落ちそうになる。頑張った後だとなおさら美味しく感じられるね。あのお肉のためなら、もう一回くらいはスカイダイビングに挑戦してみてもいいかな。その時は絶対うまく着地するよ。インストラクターの先生みたいにスマートに地上に舞い降りる、水たまりじゃないところにね。そんな感じで毎回頑張っています。アイドルになってやりたかったことはたくさんあるけど、一つ一つクリアできてる感じ。ラジオ番組もすごくやりたくて、前から機会があればやらせてくださいってお願いしてたんだけど、今回それが実現しました。だからすっごく張り切ってます。あれ、そろそろ時間になっちゃう？もう？あ
早いな。あっという間だよね。楽しかったからかな。みんなも楽しんでくれた？感想のお便りとかコメントもいただけると嬉しいです。さあここでモナからお知らせです。私の初めてのメジャーデビューアルバムが8月25日に発売決定いたしました。すごい、やったね。タイトルはハッシュタグ名前だけでも覚えてってくださいです。もう本当に嬉しいです。自分の CD が出るんだよ。私の CD 嬉しすぎるよ。たくさん聞いてもらえるといいな。ぜひチェックしてくださいね。次からは質問とかお便りのコーナーも企画しています。どんなことやろうかな。それはまだこれからマネージャーさんや社長と相談して決めます。さてこれからエンディングではおすすめ曲をアルバムの中から1曲紹介したいと思います。どの曲がいいかなっていろいろ考えてたんだけど、最初だしやっぱりこの曲しかないでしょ。多分リスナーのみんなも想像ついてるんじゃないかな。ということでおすすめ曲は私アイドル宣言。この曲で私を知ってくれた人も多いんじゃないかな。私を見つけてくれてありがとう。よろしければ名前だけでも覚えてってください。はい、それでは次回のモナラジもお楽しみに。モナでした。バイバーイ。オッケーですか？オッケー。お疲れ様でした。はあ、終わった。緊張したよ。心臓ドキドキだよ。喉乾いたな。どうでした？よかった？本当に？よし、1回目放送無事にクリアできた。楽しかったな。あと7回あるんだ。次は何を話そうかな。事務所に帰ったら反省会と打ち合わせしないと。あ、そういえばスペシャルゲストってどんな人が来るんだろう。まあいいや、そのうちわかるよね。スイーツ食べたくなっちゃった。よし、お姉ちゃん誘ってジェラート食べる。